こんにちは、森本です。今回は楽曲制作の解説動画となります。よろしくお願いいたします。というわけでですね、この動画ではヨーロッパのいくつかのテクノレーベルからですね、楽曲をリリースしている私森本がテクノハウス系のクラブミュージックに特化した楽曲制作の方法を解説させていただきます。ロックやポップスなどのですね、一般的な楽曲の制作方法などは、結構多くの動画であったりとかブログなんかがですね存在しているんですが、テクノハウス系の音楽になると日本ではもうほとんどですね見つけることができないので、テクノハウス系の音楽を作りたいと思っている初心者の方はですね、結構情報が少なくて苦しんでいる人が多いかなと思います。実際昔の僕も苦しんでおりました。そこでですね、少しでもそういった楽曲制作の初心者の方々のですね、疑問をですね解消できればと思って、こういった動画をですね作ろうと思っております。そして、今回のテーマはですね、楽曲のキャラクター部分でもあるリフ、フレーズの作り方となります。ではなぜ今回こういった内容をですねテーマにしたかと言いますと、次のようなご質問をいただいたからなんですね。それはですね、 DTM でテクノを作る際に一番悩むのは、楽器と違ってかっこいいフレーズや効果音やブリープ音など様々な音をどうやって出しているか、どうやってコピーしたらいいのかが初心者には非常に分かりづらいところです、といった内容ですね。それではですね、その質問に僕の楽曲を使いながらですねお答えさせていただきたいと思います。今回、楽曲でですね使っているのは放課後という曲で、これですねめちゃくちゃ有名な DJ の方にもですね褒めていただいた曲なので、教材としてはですね問題ないかと思い使わせていただいておりますので、安心して聞いていただいてもいいかなと思っております。それではですね、そのリフというか、この曲のですねちょっとキャラクター部分の音をですね鳴らしたいと思います。全体音で聞いていただければと思います。という感じですね。これはですね 1,2,3,4 の1小節をですねループしてるんですけども、今回、そのリフとしてですね、使っている音これですね、こういう音、この音はですね、自分の中で作れた時に、結構いい音じゃんと思って、これをですね、使いたいというふうに思ったんですけども、で、この音をですね、作ってから楽曲を制作したかというと、僕の場合は違ってですね、この曲のですね、例えば、なんて言ったらいいですかね、音をですね、いろいろ消していって、これですかね、こんな感じの音を出していて、これだけだとですね、ちょっと物足りないなと思って、ここにですね、キャラクターが濃いものをですね、ちょっと入れたいと思って、いろいろ作っているうちに、この音がですね、出てくるようになりました。では、この音を、どうやって作っているかっていうとですね、めちゃくちゃ、エフェクターをかけて作っているんですが、こういった音を作りたいと思ってイメージして作ったかっていうと、実はそうではなくてですね、もう本当に一期一会じゃないですけど、いろいろエフェクターを触っていると素敵な音に巡り合えたっていうのがですね、本当にちゃんとした答えなのかなと思います。で、イメージしている音を出しにくいとかっていうご質問なんですけども、それをですね、何の知識もなく最初から作れるその近道ってあるかっていうと、答えからですね、先に言うと、ないです。これはですね、エフェクターをですね、熟知して、どういう音にですね、どういうエフェクターかけたら、どういう効果になるかっていうのをですね、やっぱ知るしかないです。では、それをですね、知るにはもう本当にいろいろ苦しい思いをしなきゃいけないのかっていうとそうではなくて、楽しんでですね、エフェクターを触りまくれっていうことが、僕のですね、アドバイスになるかなと思います。例えば、今この流しているこの、ちょっとギターっぽい音。こうやるとちょっとギターっぽい音に聞こえるんですけど、でも全然そういう音じゃないですけど、じゃあこの音ってどうなってるかっていうとですね、この音ですね、クラッシュローファイってやつ。ここがですね、今カーソルでぐるぐる動かしているところがその音をですね選ぶところなんですけど、このドラムの、クラッシュですね、クラッシュ音なんでしょうか、このシンバルですね、シンバルの音のこの音を使ってます。この音にですねエフェクターをかけてさっきの音にしてます。で、どんなエフェクターかけてるかっていうと、これはですねリバーブをですね3つとですねリングをですねモジュールですねを使っております。では、その音をですね、全部切ったら、さっきのうにゃ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 って音はですね、どんな音になってるかというとですね、こういう感じです。これにですね、
自分としてこうリバーブをまずかけます。こんな感じで、エイブルトンライブ持ってる人はですね、僕のここの動画をですね、この画像ですね、ここをですね真似していただければ全く同じ音が作れるの で、ここもこういう感じですね。で、そこにもう一個リバーブをかけます。そしてですね、ちょっとこう輪郭を消すような感じというか、まあ広がりを出します。で、そこにですね、もう一個リバーブをかけます。で、かかりすぎてですね、音がですね、こう重なって、こういう音になります。で、これにリンクをかける。こういう音になります。なんか、この、まあ、面白いっちゃ面白いですよね。こういう感じで。まあなんかどれか一つ足りなくてもちょっと面白くないんで、こういう風な感じにしておりますね。ちょっとまあリバーブがかかりすぎて、こうフランジャーみたいなのがかかってるようなイメージになるんですけども、こういう音にしております。で、こういう音もですね、自分の中でその実験としてこのリバーブをですね、かけまくったらどうなるか。で、そのリバーブの中でもちょっとメタリックなリバーブにしたりとか、フランジャーがかかってるような雰囲気にしたりとか、あとはまあこういったところのですね、音の調整とかをですね、加えるとどうなるかっていうのをですね、自分の中でちょっとこう、遊びながらやっているとこんな感じになりました。で、まあ、これはいい音だということで、自分の中で思ったんですね。なので、それを、何ですかね、この、普通のドラムとかのですね、シーケンスの上にですね、ちょっと重ねてみようと思って、この上にですね、重ねたらどうなるかと思って、重ねたらこういう感じになりました。で、自分の中で最初にですね、イメージがあったのが、この音にですね、ピンポイントでなんか出てくるリフというよりかは、ずっとなんか音が鳴っているものが欲しいなっていうふうに思っていて、シンセサイザーじゃないんですけども、なんかこう、シンセサイザーのファーっと音とかじゃないんですけども、何かこう、ずっとカッティングしてるような音が欲しいなと思った時に、じゃあまず、必要なのって、なんかこう、16でですね、一小節の中をですね、16個の音がですね、走っていることが重要なんじゃないかなと思ったんですね。こんな感じで。で、これじゃさすがに面白くないなっていうのと、でもなんか音のバランス的に、なんかこうシンセサイザーよりかは、ちょっと打楽器系、シンバル系、金物の音っていうんですか、ああいうちょっとですね、ちょっとこう、歯切れのいい音がいいなと思ってたので、こう、シンバルの音を持ってきて、まあ、この音なんですけども、なんですけども、これをですね乗っけて、で再生する量をですねちょっと短くして、でまあこういう感じで歯切れはいいけどもちょっと音的に魅力がないので、ここで自分の中でこうリバーブをかけて遊んでみようということで、こういう感じでリバーブをかけたら、あれちょっとこう面白いかもと思って、でこれなんですけどもっと広がってほしい、じゃあリバーブがもっと欲しいけど1個じゃ対処できないから、もう一個かけたらこんな感じになりましたと。で、これもう一個リバーブかけたらどうなるの、これだけでもすごく自分の中では面白かったんですけど、もう一個かけたらどうなるんだろうと思って、もう一個かけたらこんな感じになりました。でもなんかちょっとこう、もうちょっとこう遊びたいなと思って、もう一個リバーブかけたら、なんか意味がなくなったというか、なんか、かけなくてもいいかなっていうぐらい面白くなくなってしまったので、まあ三つにしました。で、そこにですね、もうちょっと、このシンセサイザー音じゃないですけども、ちょっとこう、機械っぽい音を出したかったのこのリングっていうの。これも本当にですね、ここにオーディオエフェクトっていうのがあるんですけども、ここら辺のですね、フィルターとここら辺をですね、もう順にですね、上からかけていって、なんかいい音が出てくるまで、それをですね、まあ、永遠的にこう続けていって、結果ですね、この内容にたどり着いた感じですね。で私結構まあそこまで凝り性じゃないので、途中でもう疲れてしまって、もうこれでいいかっていう感じでたどり着いた音でもあります。なので本当になんか探求心の旺盛な人は、多分、どこでゴールするかっていうのがすごく重要になってくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ある程度でですね、キレのいいところでですね、終わらせるのも重要かなと思います。はい。こんな感じですね。
はい、なのでこうやってですね、こうリバーブをこう3つかけたらこんな音になるって分かったらですね、次は違うシンバルの音だったりとかスネアの音だったりとか違うのでかけたらどうなるだろうっていう、こう発想にもなってくるんですよね。ここで次の楽曲をですねどんな風に作ろうかっていうアイデアも生まれてきたりとかするので、まあ今作ってる曲をですねゴールに導くっていう方法としてもですね、探検してですねいろんなものをですね試すっていうのも一つですし、その中でですね面白い発想が出てきたら他の曲にもですねそれを使うっていう、実際ですねこういった作り方をして、あ面白いなと思って、他のシンバルだったらどういう音が出るだろうとかでですね、違う曲を作ったらですね、そちらもですね土壁っていう曲なんですけども、そちらも、リリースできるようになったりとか、新しい楽曲で、ここもですね結構評価が良かったのでリリースすることができたんですけど、そんな感じでですね結構自分で発見するっていうところもですね重要なのかなと思うので、本当試していただきたいですね。でテクノミュージック、ハウスミュージックとかってロックとかポップスとですね、まあ、大きな違いっていうと聞いたことないようなサウンドで、それでですね気持ちよくなるっていうことなんですよね。 A メロ、 B メロ、 C メロとかのギターソロであったりとか、もちろんロックとかも新しい音とかっていうのがですねすごく重要だと思うんですけども、やっぱりその中でも気持ちよくなる音に対するそのフェチシズム的なところがですね一番強力なのがこのテクノ系の音楽であったりとか最近のハウスだと思うので、まあ、そこをですね探求することが、まあ、素敵な新しい、いい楽曲を作る、まあ、近道なのかなと思います。なのでこう想像した、音をですね作る近道はないんですけども、いい曲を作る近道としてはこういうふうにいろいろ試すっていうところが重要なんじゃないかななんていうふうにですね私は思っております。はい、というわけでですね、今回はもうこんな感じで答えになってないかもしれませんが、私がですねどういうふうにこうフレーズであったりリフとかを作っているのかっていうところをですね、解説させていただきました。ね、しかも、この音はですね実際にご質問者の方からこの音はどうやって作ってるんですかというふうに聞かれてたので、まあ、ピンポイントでお答えできたのと同じようにですね、僕のこの楽曲を聴いてくださった方の中でこの音なんだろうっていうですね疑問を持った方がいたらこれが答えになるかなと思います。まあそんなに僕の曲聴いてる人は多くはないと思いますが、まあ役に立てれば、嬉しいかなと思っております。というわけでですね、今回の動画は以上となります。どうもありがとうございます。またこんな感じでですね楽曲制作の動画もですねどんどん上げていきたいと思いますので、そういったのに興味ある方はですね、できれば、チャンネル登録していただければ嬉しいです。そうするとですね私の動画がアップした際にはですね連絡がいくようになりますので、まあ見逃さずにですね、新しいものをですね、見ていただけるんじゃないかなと思っております。というわけでですね、これからも応援の方お願いいたします。では、ありがとうございました。